こんにちは、ヨンタンです。久しぶりに今回は音声付きにしてみました。今回は万座温泉にある万座ホテル住楽さんをご紹介します。こちらのお宿は万座の名勝から吹から近く、お部屋やお風呂からから吹を眺められます。宿泊費はプランによっては前払い制みたいです。今回は和室8畳のプランで、お盆シーズンなのになんと14,550円でした。さらにチャランさんから予約でクーポン2000円引きプラスポイント 10% だったので、1人 12,140 円でした。食事は朝、夕、ともにバイキングになります。ウェルカム、ドリンクもあります。色浴衣は500円でレンタルできるみたいです。お部屋にも浴衣はありますが、サイズが合わない場合は廊下にも置いてありました。和室8畳のお部屋を予約したのですが、アップグレードしてくださったみたいで、和洋室のから吹きが見えるお部屋になっていました。洗面台にあるアメニティは歯ブラシのみなので、必要なものは持参した方が良さそうです。ドライヤーはありました。笹まんじゅう美味しかった。窓からはから吹きが見えます。お部屋に置いてあるタブレットでも観光スポットや宿の情報などが見れました。こちらのお部屋は3階でお風呂も近かったです。夕食は17時30分からか19時30分どちらかを選べました。売店は夜19時までなのでお気をつけて。源泉はホテルから800メートル先の奥万座から引いているそうです。万座住楽さんの入浴剤も売ってるみたいです。ティーパックのお茶がありました。まずはお風呂。お風呂は2箇所あり、19時30分で男女入れ替えです。夜中も入れます。脱衣かごは間隔を空けているので少なめでした。
シャンプーバーがありました。ちなみにお風呂は朝9時40分から50分の間で撮影可能なので、その時に撮影させてもらいました。源泉かけ流しの単純硫黄泉、顔狩り、加水なし。2つある浴槽は時間によっては木の方が少し厚めでした。もう一つの方の大浴場になります。こちらは露天風呂が一つなので混んでいるとちょっと狭いかも。ハンモックや無料のマッサージ機がありました。湯上がりテラス。お部屋は特別室以外は冷房がないので、こちらで涼むととても快適でした。ちなみに真夏でも25度以上になることがないらしく、昼間でも涼しかったです。夕食バイキング、銀光のいくらおろし、小エビのゼリー寄せ、クラゲと海水晶の薬膳和え、ごま豆腐、しそのみ、ふき、つまごいさん、花豆、山ごぼうの梅肉和え、野沢菜の漬物、紅白大根漬け、オイルサーディン、チーズ、クラッカー、刺身こんにゃく、甘エビ、
カツオのたたき枝豆へ。ローストビーフ。そば、薬味は横にあります。金光、イカ、アナゴの寿司。体に良さそうな飲み物。山菜いなりの炊き込みご飯と白米。鶏、さつまいも、ししとうの天ぷら。唐揚げ、ポテト、エビフライ。麻婆豆腐。チャーハン。小籠包、品切れ中、すぐ補充されました。煮込みハンバーグ、ボンゴレタスタ。鶏肉入りラタトゥーユ。そばの実入り茶碗蒸し。サラダ。漬物。万佐寿楽特製キーマカレー。タンドリーチキン、妻恋さん、キャベツステーキ。キャベツたっぷり、ホイコーロー。赤城豚の豚汁。ライチ、メロン、パイナップル。コーヒーゼリー、抹茶ケーキ、爽やかラムネ、くず餅。プリン、ちまき餅、杏仁豆腐。シュークリーム。ローストビーフ、おいしい。そば、山菜、鶏天のせ。中華料理がとても美味しかったです。デザート。
20時過ぎはこのお茶漬けのみ販売でした。妻恋村キャベツ T シャツ。朝食バイキング。味噌汁は自分で具材を入れるタイプでした。厳選仕上げ温泉卵。野菜カレー。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。